ヒトマル式戦車は、日本が誇る最強クラスの戦車です。なんと砲塔が。一度ロックオンすると、もう逃れることができないのです。そんな日本製ヒトマル戦車を詳しく見ていきますね。砲塔の先に、グラスを置いても落ちないほどの高性能なんですよ。日本の周辺国には作れない代物です。2021年1月現在、陸上自衛隊が保有している戦車は、古い順に、74式戦車873両、90式戦車391両、10式戦車93両の3種類であり、最新の10式は、未だ生産が続けられている、最新型だ。戦車の能力別の新しさを示す世代の区分としては、74式が第 2.5 世代、90式が第3世代、そして、ヒトマル式が第 3.5 世代と評されており、西側諸国の戦車中では、第 3.5 世代が最も新しい。具体的に、それらは、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 やドイツ軍の、レオパルト 2A7、イスラエル軍のメルカバ MK4 などであり、いずれも、複数回の近代化改修を経て、現在に至っている。これらの西側諸国の主力戦車から考えれば、本来は日本も90式戦車に、近代化改修を施して第 3.5 世代戦車とすることが同じような進化と思われるが、あえて新型の10式を開発、採用している。近年では戦車対戦車の大規模な戦闘などほとんど発生することは考えられないとの軍事トレンドの変遷からもそれが一般的だと思われているが、日本はなぜ違う方向を取ったのか。それは世界の西側各国とは大きく異なる日本の地理的な要因にあり、それが90戦車の近代化改修ではなく、ヒトマル式戦車という新規戦車の開発に踏み切らせた最大のポイントだと言えるだろう。まず、90式戦車は、全長 9.8 メートル、全幅 3.4 メートル、全高 2.3 メートル、重量約50トンの車体で、最高速約 70km を、発揮し、3名の乗員と44口径 120mm 滑空砲を搭載している。次に、ヒトマル式戦車は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.3 メートル、重量約44トンの車体で、最高速約 70km を発揮し、乗員と主砲は同様の仕様となっている。ちなみに、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 は、全長 9.83 メートル、全幅 3.66 メートル、全高 2.37 メートル、重量約68トンの車体で、最高速約 67km を発揮し、4名の乗員で、主砲は同様だ。これらの仕様上のカタログスペックを見て明らかなように、10式戦車は、世代のくくりこそ第 3.5 世代とは言うものの、明らかに大きさ、重量ともに、ダウンサイジング化を図ったものである。これは、前級である90式戦車が、冷戦時代の旧ソ連から続く現ロシアの、北海道への侵攻、上陸を前提に、その阻止のために、開発されたものであるのに対し、その前提を改めたためだ。従来の90式戦車は、
広い北海道での戦闘を前提に製造されていたため、本州以西の日本の狭い国土では通行できる道路や橋が非常に限定され、時代に沿わないと判断されたのだと言える。もっと言えば、世界的な対テロ対策等の用途を考慮するならば、離隊ではなく車輪式の装甲車両で十分であり、戦車のような大きく重い戦闘車両そのものの必要性を疑問視する声も上がっている。さすがに日本ではそこまで急激に戦車そのものを廃止するという決断には至っていないが、対戦車ヘリコプターどころか強力な個人用の携帯対戦車火器やドローンの登場はそれすら予感させる。アメリカでは海兵隊が戦車の運用を中止する動きを加速させており、今の方向性では陸軍に戦車の配備は残るものの、まずもって防御的な兵器という位置づけはもはや揺るぎそうにない。こうした現在の戦車をめぐる潮流を受けて、今後陸上自衛隊がどのような判断を下すのかも、一丸式戦車の次世代を占う上では非常に重要な要素となってくるのだろうと想像される。現行の10式戦車の開発は2002年から2005年にかけて防衛省と三菱重工業によって行われ、2010年に実戦配備に至るスケジュールで進行されており、およそ8年間が費やされたことが見て取れる。とすれば、2010年の実戦配備から今年2021年で11年を経過した。一丸式戦車は、もし仮にさらなる新型戦車開発が決定しても、90式と一丸式の間の20年間よりも、さらに長いインターバルが予期されるだろう。幸い、一丸式戦車は、追加、換装が可能なモジュール式の複合装甲を採用していることから、ある程度の用途に合わせた仕様の変更は容易であり、短命に終わらない可能性が高い。また、一丸式戦車は、日本の自衛隊が装備する戦闘車両の中で、初となる C4I2 システムが採用、搭載されていることでも、近代戦における先進度が非常に向上しているとめされる理由となっている。これはコマンドコントロールコミュニケーションコンピュータとの4つの C とインテリジェンスインターオペラビリティの2つの I の頭文字の略で、全体の指揮統制を担うものだ。陸上自衛隊の C4I2 システムは、各拠点の司令部が用いる陸自式システムと、現場部隊が移動、展開しつつ使用する野外型のシステムとの大きく2種類に大別されている。個々の一丸式戦車には、一丸式戦車ネットワークが搭載されており、これは、友軍戦車間でのリアルタイムな情報リンクシステムであり、海上自衛隊イージス艦等の共同交戦能力同様の働きを担っている。